名前を書いた人間を殺すことができる死神のノート、デスノート。そのデスノートを使って悪人のいない理想の世界を作り上げようとする主人公八神ライトと、君は関東にいるんだ、世界一の探偵エルの頭脳戦を描いた伝説のストーリーがこの夏ついに連続ドラマとして登場します。連続ドラマならではのオリジナルストーリーを加えた新たなバトルが今ここに幕を開けようとしています。チェック。その前にちょっとだけドラマデスノートの裏側を紹介します。ついに始まる新日曜ドラマデスノート放送直前スペシャル。世界累計発行部数3000万部を突破した人気コミックデスノート、これまでアニメ化映画化もされ大ヒットを記録しているこの作品の新しい顔となるキャストは、ごく普通の公務員志望の大学生八神ライト。ある日デスノートを拾ったことで内に秘めていた歪んだ正義感が覚醒し、作詞としての天才性に目覚めていく。平和と安定を望んでいた男がいつしか犯罪者を裁く殺人鬼キラとして君臨する。その八神ライト役を演じるのは演技派俳優として注目度ナンバーワンの久保田雅貴。改めてご紹介いたします。はい、八神ライト役になります久保田雅貴さんです。キラなら世界を変えられる。現場でライトさんお願いしますって言われるんですけど、いまいちピントまだ来てないところは正直ありますね。で、初日がやっぱりリュークとの掛け合いのシーンで、演じる側が本当にいるっていう風に信じてやっぱりやらないと、やっぱ見る方にも伝わらないなって昨日やっててすごく思って、なんかすごく最初にそういう気持ちにさせてもらいました。まあ彼は原作とは違い、まあ頭のいいというかすごく普通の平凡な大学生からスタートするんですけど、まあデスノートと出会って死神のリュークと出会ってだんだんこう覚醒していって、自分の気持ちだったりすごくこうなんですかね、葛藤に強くなってって、でまあ宿敵のエルという存在がいるからこそ彼もまたやっぱり捕まりたくないっていうか、彼は彼なりのやっぱり正義があって、なんか心の優しい部分もすごくあるし、でも多分デスノートを拾ったのも運命で、やっぱ表裏もすごくはっきり出てくるし、なんか時に何でしょう、すごく感情的になる部分もやっぱりあるので、原作よりももっとこうすごく人間らしい部分っていうのはこのドラマ版のデスノートで、まあ、描いていけたらなっていうのは監督ともお話しさせて、はい、もらいましたね。もし自分がデスノートを拾ったらどうなるんだろうとかっていうふうに、やっぱ超天才対超天才の頭脳戦ではなくて、やっぱりエルというすごい大きな名探偵、有名な人がいて、やっぱここに立ち向かっていくための成長っていう過程もこのドラマでは描けていけると思うので、なんかそのこう段階を踏む上でやっぱ普通っていう基盤がすごく難しいんですけど、なんかそこからこう人との出会いとか自分の置かれる状況だったりでの変化っていうのはちゃんと台本に沿って、で最終的にやっぱりこう第一段階、第二段階、第三段階あったとしたら、ちゃんとこう最後に
エルとも真っ向にやり合えるようなライトになれるようにっていうのはすごく、まあ、読んでて感じました。ライトの表と裏の二面性をどう表現していくのかご期待ください。そうですね、ケントとはこれで2回目になるんですけど、やっぱりエルにとってもライトにとっても本当にお互いが宿敵となって、見えない敵を探し出して最終的にこうお互い顔を合わせて戦うっていう風に展開がなっていくと思うので、なんかもう本当にこう気持ちから本当ぶつかって役を通していけたらなってすごく思ってますね。彼自身すごく何でしょう、撮影にパンってなるとすごく変わる印象がやっぱりあるので、どんなエルを見せてくれるかすごく楽しみですし、この後は名探偵エルの登場。世界的な名探偵エル、優れた人間観察力で数々の難事件を一人で解決してきた天才が、常識をはるかに超えるキラという殺人鬼の存在にあらゆる力を使って立ち向かう。無駄なことを嫌う超合理主義者で、その行動は予測不可能という感じかな。そのエルを演じるのは端正な顔立ちで大人気の若手俳優山崎賢人。ではドライ前にアイブの皆さんご紹介します。まずはエル役になります山崎賢人さんです。そして渡り役になります半海和明さんです。よろしくお願いします。渡り役、悔しかった。もう嘘は知らない、悔しかった。キラ、悔しかったらもう一度私を殺してみろ。さあやれ、やってみろ。お疲れ様です。お疲れ様です。あのエル役をやらせていただいてます山崎賢人です。あのなんかアジトというかキラーを探し出すためのエルの基地なので、なんかここに来たことでなんかエルとしてこうやっとこう始まった感じがしますね。お気に入りのポイントですか？今のところまだここのエルのパソコン、机の周りとあっちのソファーの方にしか行ってないんですけど、まあでもすごくなんだろう、日本っぽくないというか、私なんかやっぱその操作をしている感じもすごく、あのパソコンがモニターが 1,2,3,4,5,6,7,8,910、あっちに渡りのパソコンもあるんで11個あるんですよ。でなんかあれとかすごい気になります。なんかまだ全然知らないんですけど、あのあれ何なんだろうみたいな、誰が寝てんだろう、渡りですかね。やっぱりこう数々の難事件を、未解決事件を簡単にこう解決してきたような名探偵エルなので、なんか今回のキラ事件に関してももうなんか余裕というか、そういうプライドもあって、こうライトに対してすごくおちょくっている、楽しんでる感じとかは出したいと思います。これまでとは違うエルをどう作っていくかご期待ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。以前ドラマで共演したんですけど、
すごく優しくて気遣いがしてくれて、やっぱ現場のなんかムードメーカーでもあるし、また一緒にできるのがすごく光栄というか嬉しいなって思ってますね。手に汗握るライトとエルの頭脳戦から目が離せません。エルの後継者として圧倒的な天才性を放つニア。今回初めて映像化されるニアは、少女とも少年とも見て取れるミステリアスな存在。おやすみエル。その愛らしい笑顔の裏に隠された危険因子が後にライトを追い詰めていく。そのニアを演じるのは可憐な笑顔の16歳若手女優の結城美桜。紹介させていただきます。ニア役になります、結城美桜さんです。よはい。なあ、あいつらどうなると思う？ニア。ありがとう。あどけない顔の裏に見え隠れする謎の人物の影。一体ニアは何者なのか。この後はアイドルミサミサの登場。アイドルユニットいちごベリーで一番人気のメンバーミサミサとして活躍する天音ミサ。いつも明るいキャラの裏に両親を殺された悲しい過去を持つ。その犯人を裁いてくれたキラを尊敬し、その正体がライトだと知ると一途にライトを思う。その天音ミサを演じるのは今最も旬なグラビアアイドル佐野日奈子。まずはご紹介いたします。天音ミサ役になります、佐野日奈子さんです。よろしくお願いします。3人組ユニットいちごベリーのメンバーとして登場するミサミサ。ステージで元気よく歌って踊る姿にファンは釘付けだが、その舞台裏は。いよいよです。あっちり。もう早く撮って早く終わらせたいぐらいの気持ち。ちょっと緊張してます。そう。なんか初めての人前。恥ずかしいね。実際歌ったダンスって今までご経験っていうか。ないですないです。誰だと思ってるんですか。普通の人です私たち。あ、そうか。じゃあ。はい。なんですよ。なんかなりたかったけど自分じゃ無理だったし、私ができるわけないと思ったのが疑似体験できてすごいいい経験ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。これまでに見たことのない新しいデスノートを目指してスタッフキャストが一丸となって制作している中で驚きのアイテムが登場。ミサミサが持つデスノートの色がなんと赤い。美しさ。赤い。みたいな感じ。いや台本に赤いデスノートって書いてあったからどんなのかなと思って。チクロ見た時に本物だ。そうですよね。赤い。赤いよ。赤いです。それらは否定されました。警視庁捜査一課の係長でありライトの父親八神宗一郎。責任感と正義感が人一倍強く、部下からの人望も厚い。キラを追い続けながらも息子であるライトへの信頼と疑念に揺れ動く。その八神宗一郎を演じるのは圧倒的な説得力とリアリティを持つ俳優松重豊。八神宗一郎役の松重豊さんです。そんな考えの人間と手を組んで捜査できると思うか。互いに命を預け合えると思うのか。
命。見てないなら消せよ。ライトの妹であり総一郎の娘、幼い頃に母親を亡くして以来ライトに甘えっぱなしの今時の女子高生矢上小夜を演じるのは可憐な若手女優藤原玲子。ネット捜査のエキスパート、平成沈着で総一郎からも信頼されているキラ対策室で唯一の女性刑事日村翔子を演じるのはクールビューティーの関恵。エルが最も信頼を置く人物、エルの代理人をしております。エルの身の回りの世話から捜査のサポートまで全てをこなす謎の代理人渡を演じるのはベテラン俳優半海和明。受刑者の平野の裁きに興味を持つ検察庁の検事、誰よりも正義感が強く次第にキラに傾倒していく三上輝を演じるのは繊細な雰囲気を醸し出す俳優押成周吾。この後は死神リュークの登場。犯罪者のいない平和な世界を作る。キラに人を裁く権利はありません。救われる人が大勢いる、それがキラだよ。人間って面白い。デスノート今夜10時スタート。総一郎と共に数々の捜査を担当してきたベテラン刑事、総一郎からは絶対的な信頼を得ている茂木完造を演じるのは味のある役でお茶の間に人気の俳優佐藤二朗。一発でキラ対策室で一番の若手の刑事、捜査熱心だが思ったことをすぐ口に出してしまうのが欠点の松田桃太を演じるのは役者としてのキャリアはすでにベテランの前田剛毅。体育会系の熱血刑事、すぐ頭に血が昇るが捜査に対しては人一倍真面目で、総一郎を尊敬する相沢秀一を演じるのは長身でアクションも得意な俳優湯気智久。茂木完造役になります佐藤二朗さんです。よろしくお願いします。そして初登場になります、松田桃太役になります前田剛毅さんです。お願いします。相沢秀一の役になります湯気智久さんです。よろしくお願いします。雨です、完全に雨です。もう取り続けられるか不安です。今雨待ちをしております。あまりにもって言ってしまいました。あえてだと思います。あえてではありません。あの滑舌が悪かったです。すみません、いやごめんなさい。映像に雨がね映るということで、今雨がもう少し弱くなるのを待ってるんですけど、それだって映像に映ります。だって降ってるんだから。しっかり降ってますね。そうです。速やかに投稿しなさい。断るな、速やかに投稿しろ。人質は二人です。この家の奥さんと小学生の娘さんです。あと一番暑い時間はこれですよね。松井さんより暑いですよ。暑いっすね。苦労する。あれ僕らまだネイビーですもん。まだネイビー。まだネイビーですもん。色がね。2015年夏4月20日朝の情報番組 ZIP で放送されたデスノートドラマ化の特報。その PR 映像の中にはある謎が組み込まれていました。その謎を解いた方から抽選で1名様にドラマ出演権をプレゼントするという企画でしたが、皆さん謎は解けましたか？たくさんの応募者の中から見事出演権を獲得したのは、自他ともに認める原作の大ファンという都内在住20歳の大学生伊藤ひかりさん。もうまだ信じられなくて本当にちょっとドキドキっていうか、すごく緊張してます。出演当選者なので大役をやらせていただいております。どうもお願いします。こちらこそよろしくお願いします。原作がすごく大好きなんですね。すごく大好きなんで、見た瞬間にちょっとライトだと思って、はい、いや嬉しい一言ですね。先輩になりましたので、今日はよろしくお願いします。はい、じゃあ素敵な映画をお願いします。はい、よーい、はい、じゃーん。こちらが番号受信です。
作ってきたの。どう？見えてた。はい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 。ありがとうございました。本当に一緒の思い出になりました。幸せそうで何よりだな。これからもたまにクイズを出してやるからよ。プレゼントが欲しけりゃ頑張って答えを当ててみろ。とりあえず第1話を見逃すなよ。どこに謎が隠されてるかわかんねえからな。ちょっとふって笑えるような部分だったり、原作のファンの方々にも楽しんでもらえるシーンっていうのもあると思うので、そういうところでちゃんとなんか出していって、そうですね、皆さんに愛されるデスノートになればいいなってすごく思います。本当に全く新しいデスノート、新しいエルを皆様に楽しんでいただけるドラマデスノートを届けていきたいなと思います。このノートに名前を書かれた人間を知る。ハニーは突然苦しみ出して心臓発作。この一月で分かってるだけで52件。一体どうなってんすか。八神君って公務員志望なの？野心とかないの？平凡が一番です。昔から気に入らなかったんだよお前の目。いや人殺し。キラは殺人鬼だと思うよね。いや神だ。俺は今まで何人殺した？キラに人を裁く権利はありません。あいつを殺してよ！救われる人が大勢いる。それがキラだよ。悔しかったら私を殺してみろ。犯罪者であろうと救える命は救いたい。警察にこんなことできるっていうのか？できないだろ！君には殺せない人間もいるみたい。キラ、必ず捕まえます。お前が本物なら、あいつを殺してみろ！人間って面白い！デスノート、今夜スタート。世界120カ国以上で同時期配信決定。